はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。今回のゲーム実況はつい先日日本語対応いたしましたファインシャオンDetentionをやっていきたいと思います。ファインシャオンっていうのは、ちょっと発音は微妙ですけども、学校に帰るという意味でございます。それでは早速プレイしたいと思います。はじめから。皆さん、これからよく聞いて、期末試験に出ますからね。この時代は地方の軍事指導者の多くが早いですね。ちょっと読めないですね。その後、彼は、北友好市、見ろよ、バイ教官だ。バイ教官だ。尹先生、話があります。お時間よろしいですか？皆さん、ちょっと自習していってね。尹先生、このリストに見覚えは？いつまで寝てんだ、この人は。眠りしちゃったのか？妙だな。みんなどこへ行ったんだ？なんで誰もいないんだ？なんか書いてありますけども、台風警報。あ、台風。あ、これ台風って読むんですね。こんな季節に台風だって。何が起きているんだ？さあ、セーブ。これで、風の音がすごい。台風が近づいているんだ。早く帰らないと。急いで帰らないと。こういう感じでクリックして進むんですね。机にメモが置いてある。手帳に追加。尹先生はどこへ？このメモを書いた生徒は尹先生を心配していたようだ。ここ最近ずっと尹先生は病欠だ。おかしいよな。本当だよ。代理の先生たちは嫌な感じだし。なるほど。あ、効果。うちの効果。メロディーは悪くないのだが、よくある愛国主義のプロパガンダみたいな詩がついている。生徒手帳的な感じですね。はい。手帳に挟んでおこう。なるほどね。こういう感じでクリックしていく感じかな。外が暗い。早く帰った方が良さそうだ。じゃあ出る。203教室。うちのクラスだ。なるほどね。なんだこれは。ずっと居眠りしてたってことか？そんなに？昇降口はこっちじゃない。鍵がかかっている。真っ暗。怖いくらい静かだ。なんかある。窓辺台に紙が載っている。紙幣が載っている。手帳に追加。学校の連携を書いたと思われる古いスケッチ。木の下に人影のようなものがある。時間割で登ってみますか。昇降口はこっちじゃない。あ、下降りるのね。これで1階かな。校長室。校長室も鍵がかかっている。この部屋には学校で最も値打ちのある品々がある。そんなよく知ってるな。花。水仙の植木鉢。鉢植え。まだ一輪だけ残っている。掘り出す？掘り出しておこうか。古い写真。なんで？写っている人物は不明。格言が書いてある。土の下の根は枝に果実を実らせても褒められようとはしない。ああ、まあそうですね。確かに。あれ、抜いたんじゃないの？さあ、では、お、シャッターが閉まってる。ちくしょう、シャッターで閉まっている。シャッターを開ける方法を探さないと。これがシャッターの上げ下げをするパネルかな？開ける、OK。お、鉄製のウィンチだ。蓋に、説明がある。クランクハンドルが必要みたいだ。あー、なるほど。クランクハンドルがいると。ほうほう。うお、暗っ。え？あ、びっくり。つなぎか。暗い暗い暗い。ちょっと暗い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 。え、何がプーン言うてんの？え、血？お、クランクハンドル。おー。仏教の教えには尊い、疎いからな。疎いですね。はい。何これ、血がついてるよ。汚れた雨がっぱ。ああ。モップ。こんなの切るのはごめんだね。そんなもんか。一応消しとか消せないんね。はい。じゃあ、出たいと思います。で、そのままなんかやっぱね、開けるのはちょっとあれなんで、ちょっといろいろ他に。ここでカオさんが時々寝ているって聞いたけど、カオさんってあれかな、守衛の人かな。麹。中国本土との戦争に際して情報を防ぐため、梅教官は共産主義者や反逆の兆候のあるものを密告するよう全生徒に呼びかけている。あー、なるほど。それで、さっきの先生がいなくなったとかかな。あ、上がれるんだ。お、ここらなんだ？トイレか。トイレに用はない。トイレに用はない。あ、これジムの教室ね。あ、入っちゃった。いや、もう一応来たけど、なんもないよね。台風警報。あ、ちゃんと口が動いてる。歴史の勉強授業でいい天気だったんか。じゃあ行きましょうかね。ああ、いいですね。なんかクリックだけでできるんで、左手がちょっと寂しいけど、左手は添えるだけっていう感じですかね。はい。では開けたいと思います。ガッシャンと。ほいよ。ほい。で。あ、こういう感じ。ははは。おお、開いてる開いてる開いてる。開いた。開いたぞ。さあ。ガッシャン。おお。ほうほうほう。もうこれで帰るのかな？え、もう？これ体育館かな？すごいですね。こういう横スクロールホラーとかなんかもう久々ですね。公道を通れば近道だ。入る？え、公道を通らずに行けるの？行けねえじゃん。入る。なんかもう近道だっていう。ああ、誰かいる。誰これ。そしてこの写真何？誰君。開く音にビビるがな。寝てんのか。なんだこれ。姿見だ。シャツの襟がきちんと収まっているか確かめたくなるな。どうぞどうぞ確かめてください。登る。なんか女の子いるね。この写真はなんだ？それ調べられない。寝てるのかこの子。もしもーし、お元気？大丈夫？起きて、ここで寝てたら危ない。いや、絶対倒れるでしょ。ここは？行動だよ。君、舞台上で寝ていたんだよ。台風で午後の授業は打ち切りになったんだ。台風？僕もついさっき教室から来たばかりなんだ。ここで君に会うまで誰とも会わなかった。変だな。どうして私？とにかく帰った方がいい。暗くなってきた。雨もひどくなりそうだし。あ、ネックレスがない。え？私のネックレス見なかった？見てないよ。そんな、どこかで落としたみたい。あれがないと帰れない。ほー、演劇に使ったのかな。ね、確かに妙だよね。で、この写真何？校長？何、ついていけばいいのかな。じゃあ俺帰るね。主人公親切だった。あの子を置き去りにできない。手伝うべきかな。だって主人公いい人やった。一緒に探そうか。迷惑じゃないかな。だって2人で探した方が早いでしょ。じゃあお願いしてもいいかな。どんな見た目のネックレスなの？鹿の形をした翡翠が、赤い紐で縛られているペンダント。よし、じゃあ手分けして探そう。ありがとう、本当に助かるわ。で、どこを探せばいいんだ？どこだろう。どこでなくしたんだろうって、これ出ればいいのかな。じゃあまあ出て、あー、こん中で探すのかな。通路。舞台の向こう側に行けるわけじゃないし、八徳ってなんだ。こん中？お、暗っ。なにこれ。あ、ある。何かが入っている。これ手入れるの？でも届かない。いや、これ手入れたらあかんやつやろ。これ手入れたらくるくるくるって周りでブシャーみたいな。あ、傘で取るのね。はい、傘を取る。で、壊れた傘で、これをこれで取ると。お、これかな。おー、白鹿のペンダントゲットだぜ。あったよ。これはもういいのか。傘は返さなくていいの。あったよ。あった、いたいた。いなくなってるパターンかなと思ったら、どうして鼓動なんかで眠っていたの？それが自分でもわからないの。まだちょっとめまいがする。ネックレスを見つけて早く帰ろう。そうね。これ渡せばいいのかな。はーい。君のネックレスってこれ？そう、これ。よかった、ありがとう。どこにあったの？舞台横の倉庫の中で見つけたよ。どうやら誰かが換気口に投げ入れたみたい。え、どうしてそんなところに？まあいいか、見つかったんだし。雨が強くならないうちに早く帰ろう。そうね。はい、ではこっちかな。ネックレスを見つけてくれてありがとう。早く帰ろう。なんか自分だけ走っていいのかな。はいよ。雨だ、走れ。いや、歩くんかい。うわ、もうこんなに雨。いやー、これ以上ここにいたら危険よ、急がなきゃ。お、なんか書いてあるこの小さな寺院から落ちてきたという人々に言っている。これ、これ雨だ、急げ急げ急げ。広いなこの学校。正門の脇にある警備員の詰め所。警備員も帰ってしまったみたいだ。マジか。学校生徒がいないとか調べないの。お、え、橋が壊れてる。そんな嘘だろ。赤っ、そんな、なんで川の水が赤いの。まるで血みたいじゃないか。血やめてよ。ごめん、そんなつもりじゃ。一体何が。よし、一旦落ち着いて考えてみよう。こんなことになるのは何か理由があるはず。赤い川だなんてただのルルならこんな色にはならないし。そうだ、多分こういうことだよ。上流にはいくつか工場がある。そこのやつらが台風のどさくさに紛れて化学廃棄物を川に流しているのかもしれない。本当に大人たちが噂しているのを聞いたことがあるんだ。ならそうかもね。それより橋が壊れてしまってもう町へ降りられないことの方が問題だ。毎日たくさんの人が渡っているんだ。もっとしっかり警備してもらわないと。あ、整備ね、はい。とりあえず学校に戻る以外何もないかもしれない。こんなところで雨に打たれていても何も解決しないしね。そうね、大丈夫。たかが台風、雨風をやり過ごせるくらいの、備蓄は学校にあるはず。しっかりしているのね。あなたなら信頼できそう。前向きに考えようとしているだけだよ。じゃあ戻りましょう。いやー、一人二役大変はあ、濡れるし、濡れるし疲れるし、今日ついてないな。今日はしっかり休まないと学校で夜を明かすことになりそうだから。あ、そうだ、ネックレスを見つけてくれたこと、まだちゃんとお礼を言ってなかったわね。私はファン・レイシン、イン先生のクラスの3年生よ。レイって呼んで。あなたは何年生？上級生だったんだね。先輩、僕はウェイ・チャンティンと申します。そんなかしこまる必要ないわ。なんだか落ち着かないからレイって呼んでいいわよ。僕たちはあまり3年の校舎に行く機会がありませんが、厳しい環境だと聞きました。勉強漬けで休む暇もないって本当ですか？そこまでひどくないわよ。自分がしたいことをしている人もちゃんと中にはいる。もうすぐ卒業ですよね。いいな、毎日グオフォンを見なくてよくなるんだから。グオフォンってなんだ？売教科のもの？私にはそんな呼び方する勇気はないわ。戦争で山ほど人を殺したって噂よ。僕だって本人の前では言えませんよ。みんなあの人の存在自体に怯えていて、できる限り彼とは顔を合わさないようにしているんです。おい貴様、そこに直れ。なぜ私から隠れる。さては不届き共産党のスパイか。いえ、うますぎる。ちびるかと思った。とにかく頑張りなさいよ。来年は君が卒業するんだから。ああ、気が重いな。ところでこれからのことですが、僕が校長室へ行って電話で誰かに助けを呼べるか確認してきます。それから倉庫からストーブを、保健室から、毛布を持ってきます。それだけあれば夜を明かせるでしょう。それが良さそうね。私は何を運んだらいい？それには及びません。あなたはここで休んでて大丈夫です。男の僕に任せてください。聞き捨てならないわね。私はただの甘やかされた小娘だと思われないで。その辺の男子よりはしっかりしているつもりなんだから。すいません、そんなつもりじゃ。別に謝らなくていいよ。私のためを思って言ったんでしょ。じゃあこうしましょうか。まず僕が電話をかけてくるから、その後一緒に必要なものを取りに行く。どうです？いいんじゃない？私はここで待ってる。暗くなってきたから早く戻ってきてね。ひえー、マジか。もう電話も最初から2人で行こうよ怖い。夜の学校怖い。いやー、こんなとこ暗いしめっちゃあえはえね、これレイントヒルかなこれ。いきなりダークサイドに女が落ちて、ちょっと待って待って待って。校内響く彼の足音に私の不安が呼び起こされた。現実が色あせ静かに時が止まる。私は虚無に閉じ込められた。どうなってるの？息をしていないようだけど、死んでる？どうして？ついさっきまで元気だったのに。そんな、まだ知り合ったばかりなのに。悪い夢だと言って。落ち着くのよ、レイ。深呼吸して。舞台に手帳が落ちている。ウェイ君の手帳だ。マジか、ウェイ。こんなすぐ死ぬの？マジでマジっすか。これなんか見れるってことはなんかあんの？いうわけじゃないかな。なんかできるのかな後で。そしてなんでこんなとこに暗っ。なんかそこのろうそく持っていこう。そうそうろうそく持っていこう。よし、道を照らせる。じゃあちょっと入ってみますか。ネズミ読書会。こんなやり取りが書いてある。あ、生徒を集めて読書会を始めた先生がいるって。禁止されている本を読んでいるらしい。本当か？読書会って勉強するだけの会だと思ってた。へえ。え、それだけ？ネズミの死体。どうりでこの部屋にはひどい匂いがするわけね。マジで。ほほ。特にないですね。じゃあ出ましょう。怖っ。こっちは何もないはずだもんね。あ、出れるんだでも。なんかお墓みたいのがあるよ。何これ。なんでここにお墓が。墓石に刻まれた文字にはみんな削れて消えている。あら。なんか違う道が。こんなのいつの間にできたの？これは祠？いくつかの神様を祀っているみたいだけど。何かある。お、行動の鍵ゲット。なんだろう。霊に遭遇したら、ちょっと待って、ちょっと待って、霊に遭遇したら、これで拾った児童向けの絵本から切り取られているものだ。霊に出くわしても恐れてはいけない。息を止めて静かに通り過ぎること。ちょっと待って、そういう危険。右クリックで息止めると、マジでちょっとそういうちょっと待って、なるほど、息止めるのもちょっと待って待って右クリックで息を止めるうっそやろ。あ、やばい息あかんちょっと息持たんがねちょっとマジか。あれだね、なんかキョンシーみたいだね、息止めるって。いやー、ちょっとなんていうかあれですね、怖いですね。鏡を見る。さあ、それで鍵を鍵を使うんだ、これか。マジでなんかどっかで鳴ってるよ。校長室かな。マジで校長室入るの？入ろうか。誰からだろう。でも助けを呼べるかもしれないわ。暗い暗い。メイクの町の人たちに連絡するって言ってたから、その返事かもしれない。怖いな、これ気持ち悪い。パンさん、ドロー室で待っています。あなたは一体何がどうなってるの？今のは誰？どうして私だって分かったの？歩道室でいいのかな、は3階だ。ちょっとな今のそれはダメでしょう。もうこれは祈りを捧げる場所。セーブしますか。どこでもセーブっていうわけじゃないんだね。何も入っていない。いやー、怖いですね。なかなか BGM も怖いですね。っていうことで3階に行かないといけないですね。っていうことでDetention、引き続き今後もやっていきますんでね、よろしくお願いいたします。こんな感じでちょっとビビリな私ですけども。でね、ちょっと、フェイ君だったか忘れちゃったけど死んじゃってね、レイだけでね、頑張っていきたいと思いますんで、また次回お楽しみください。それじゃ、またね。